絶対難しいので、試験本番はめちゃめちゃ難しいというか、問題はめっちゃ難しくて、合格ラインとかも半分取れれば合格ライン行く科目も全然あるので、半分取るって冷静に全然できてないと僕は、てか今までが結構できてたからね、だって東大とかでも8割とか全然ね解けたりするわけじゃないですか。8割まあ8割いやわかんない8割かまあまあまあ取れたりするわけじゃん、解けるわけじゃないですか、解けるわけじゃないですかっていうか解けてたので、なんか5割しか解けないっていう感覚が怖いんですよね。5割ってもう本当に、あ、これもわかんないで1個飛ばして、あ、これはわかった、またわかんない、あ、これわかった、あ、これもわかんないみたいな、そういうレベルが5割じゃないですか。でそれで合格ライン突破できるぐらいの難易度なんですよ。難関資格ですよね。難関資格、それだけ問題が難しいっていうことなんですけど、てか東大もそっか、5割取れれば受かるのかな、440点、2次だったら440点満点で220点取れば、まあワンチャン受かるかもみたいな、ちょうど合格最低点ぐらいですよね、センター試験の点数によってはかな、うん、軽いによってはそうだと思うんですけど、まあだからそういうことですよ。東大ってね、半分取れれば受かるって、どんだけそれなに難しい試験なのって思うじゃないですか。でしかも、まあ、難関大学とされてるわけで、一方のね公認会計士もその合格率がめちゃめちゃ低い、合格率めっちゃ低いのに、そんな半分しか取れない、半分取れば合格ラインってよほど問題が難しいんですよね。半分すら本当に一握りの人しか取れないっていうことなので。